飛山城は下野国にあった中世の日本の城である。宇都宮市の家臣、羽賀氏の居城であった。城跡は国の史跡に指定されている。飛山城は鎌倉時代後期にあたる永人年間頃、宇都宮か月つなの家臣、羽賀高とによって築かれたと言われている。羽賀氏は飛山城にする間は清原氏を名乗ったと言われており、この清原姓が、 後の県宇都宮市東部の地名、清原となったと考えられているが、不詳である。羽賀氏は、上野国、越後国の守護代に任じられるなど流盛したが、戦国時代になると、羽賀氏や、日山城も関東平野の覇権争いに例外なく、巻き込まれた。工事三年には、宇都宮市や羽賀氏を支援した、日立国の佐竹義明による宇都宮城、脱回作戦の最前線基地となっている。 天正18年、関東に台頭していたご法上氏を滅亡させた、豊臣秀吉は、宇都宮城に入城し関東の支配体制を決定する、宇都宮市置を行う。そこで秀吉は、宇都宮市18万五千石の所領安度を採決した一方で、佐竹、宇都宮並びに、家来の者ども、田賀や水谷に対して、いらざる城は破却せよとの命令を発している。 そのため、檜山城も、城破りの対象として発覚され、廃城となった。檜山城は、木の川の東岸を利用して作られた、東西240メートル、南北420メートルの長方形の縄張りに、築造された平山城である。現在残されている遺構は、約14ヘクタールと、広大な領域に広がり、北側と西側を木ぬ川及びその支流に沿った、断崖。 東側と南側を二重の土塁と堀で囲う、堅固な造りとなっている。また、内側空堀も幅15メートル、深さ4メートルもある、大掛かりな遺構を保持している。半地下式の縦穴建物場は、北西部に主角があり空堀によって5つの車に、分けられている。その南側には1つの角が設けられ、さらに、これらの車の東側と南側を取り囲むように、 細長い車が設けられ、その外堀沿いには5つの櫓台が置かれていた。各々ともドルイと堀で囲まれており、最北の小さな車に上主の館があったと考えられる。発掘調査によって、上席からは、兵士の詰め所と思われる縦穴住居や貯蔵庫と思われる半地下式の縦穴建物が確認され、また、常鍋焼きや瀬戸焼きなどの陶磁器類や、 小金や靴輪などの鉄製品が出土している。なお、城石からは、三宅と記された、牧書土器が出土しており、平安時代初め頃にはこの地が放課代として利用された可能性の高いことが確認された。日山城跡は1977年に国の史跡に指定された。また、宇都宮市によって2000年から史跡公園としての整備が行われ、2005年3月に、 山城史跡公園が開園園した公園内には、土塁や堀、木標、兵士の詰め所と思われる掘立柱建物などが復元されている。また、公園に隣接して、飛び山歴史体験館が開設され、城や城主剥がしに関する資料などが展示されているほか、戦国時代の衣装の着用、ありがとうございます。